ザ・サンに印刷された、鉄像記事の、ルビーのアンフィタートルムのリトグラフグレートムーン。鉄像記事は、1835年8月に、アメリカ合衆国ニューヨークの新聞、ザ・サンに掲載された月の生命に関する記事を指す。記事は有名な天文学者のサージョン・ハーシェルが、月に生命が存在し、文明を築いていることを発見した、と報じた。記事は、鉄像であり、 ハーシェルがそのような発見をしたという事実はなかった。しかし、読者の反応は凄まじく、追加情報を求める読者がザ、ザサン者を取り囲む事態となった。人から、コウモリの肖像がナポリで発表された、月シリーズのある版から1835年8月21日、ニューヨークの新聞、ザサンは、イギリス紙エディンバラ・クーラントの報道を引用する形で、 サージョン・ハーシェルが大発見をしたと報じた。この時点では何を発見したのかについては明らかになっていなかった。発見の詳細が報じられたのは4日後の8月25日号であった。見出しは次の通り、天文学上の大発見最近なされた、サージョン・ハーシェル法学博士。 王立学会フェロー他希望ミネで、エディンバラ科学学会士法よりこれらの記事は、月にいる異様な動物を記述したが、その中にはバイソン、ヤギ、ユニコーン、二足の無王のビーバー、そして寺院を建てたコウモリのような有力のヒューマノイドを含んでいる。木、太陽、砂浜があった。これらの発見は、全く新しい原理の広大な望遠鏡でなされたと、された。 記事の筆者は、表向きは、サージョン・ハーシェルの旅行の伴侶でかつ筆記者であった、ドクター・アンドルー・グラントとされていたが、グラントは架空の人物であった。最後には、筆者らは、観測は、望遠鏡が破壊されたために終了したと知らせたが、これは、太陽のために、望遠鏡のレンズが、天日取りレンズの働きをして天文台に火がついたためであったという。記事の筆者は、 リチャード・アダムズ・ロックであるとされた。彼は1835年8月時点ではザ・サンに勤めている記者であった。ロックは1840年に週刊のニューワールド宛手の手紙で著者であることを公然と認めた。真の筆者として別人を挙げる文献もある。他の二人の男性が鉄道記事に関係して注目された。その二人とは当時アメリカを旅行中であった。 フランスの天文学者、ジョゼフ・ニコレと文芸雑誌、ザ・ニッカー・ボッカーの編集者、ルイス・ゲイ・ロード・クラークである。しかしながら、ロック以外の誰かが、鉄道記事の筆者であることを示す、十分な証拠はない。ロックが著者であると仮定するならば、彼の意図は10中89、第1に、センセーショナルな記事を書いて、ザさんの売り上げを伸ばすこと、第2に、最近、発表された、 天文学のとんでもない学説を嘲笑うことであった。例えば、1824年に、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの天文学の教授である、フランツ・フォン・グルイ・テュイゼンは、ガツの住人の明白な痕跡の、特にコロッセオ風の建造物の一つの、発見という論文を公表した。グルイ・テュイゼンは、自分は、月の表面の様々な色合いを観測したが、 それらは気候及び植生体と相関関係があると主張した。彼はまた、線と幾何学的図形を観測したが、彼はこれが壁、道路、要塞、そして都市の存在を示していると感じた。しかしながら、ロックの風刺のもっと直接な対象はトマス・ディック氏であって、彼はその一冊目の書籍の署名にちなんでキリスト教哲学者として知られていた。ディックは、 太陽系は21兆8919億7440万4480人の居住者を入れる余裕があると計算していた。ところが月だけであるならば彼の計算では42億人の居住者を入れる余裕がある。彼の著作はアメリカ合衆国では極めて人気が高く彼のファンにはラルフワルドエマーソンのような知的指導者も含まれていた。 伝説によれば、座山の発行部数は、鉄道記事のために劇的に増加し、かつてないほどの大量の発行部数を不変に続けて、そのために、座山の成功した新聞としての地位を確立した。しかしながら、鉄道が発行部数を増加させた程度は、事件のよく知られた話では確かに誇張されていた。それが、鉄道記事であると暴露されたのは公表後数週間。 立ってからで、その時でさえ、新聞は撤回声明を出さなかった。ハーシェルは最初、鉄道記事を面白があり、自分自身の観測であればこれほどワクワクするはずがないと注目した。彼は後に、鉄道記事が事実であると信じた人々からの質問に、答えなければならなかった時悩まされるようになった。エドガー・アラン・ポーは、この記事は、自分の初期の作品、 ハンス・プファールの無類の冒険の表雪物であると主張した。ポ方は、ザ・サンが鉄道記事を掲載する2ヶ月前、1835年6月後半にサザン・リテラリー・メッセンジャーにハンス・ファウル、エーテールという彼自身の月の鉄道を公表し、後にザ・ンパラレルド・アドベンチャー・オブ・ワン・ハンス・フォルとして再公表していた。 物語は1835年10月2日から5日に、ルナーディスカバリーズ、エクストラオーディナリーエアリアル・ボエッジ・バイバロン・ハンス・フォルという見出しのもとに、ニューヨーク・トランスクリプトに再印刷された。ポーは、月への熱気急旅行を描いたが、そこでは、プファールは5年間、月の住人らと共に月で暮らし、月の住人を一人地球に送り返している。話の風刺的で、 喜劇的な調子のために、ポーの月の鉄造の方が成功しなかった。ロックは、舞台奥に下がり止まって、ポーに観客に背を向けさせたり、ポーの考えを横取りして、先に使ったりすることができた。ポーは1844年に、ザサンに月に関する鉄造記事、ザ・バルーン・ホークスを発表した。この時、ザサン側で記事を担当したのは、リチャード・アダムズ・ロックであった。 1846年にポーはザ・リタラティ・オブ・ニューヨーク・シティシリーズの一部として、ゴディ・エス・レディーズ・ブックに現れたロックの電気的スケッチを書くことになる。鉄造記事は、ポーのハンス・プファールのみならず、ジュール・ベルヌのガツ世界旅行の登場人物らによってもまた、言及されている。ネイト・ディメオの歴史的なポッドキャスト、ザ・メモリー・パレスは、1エピソードをザムーン・イン・ザ・サン。 という大のグレートムーンでつ記事に捧げている。ありがとうございます。